このポッドキャストは、えー、9月13日、えー、火曜日にですね、えー、文京シビックホールで、えー、町山智博と、えー、対談をする予定のホラー小説家、平山夢明さんと、えっ、ー、と、この対談はですね、まだ迷い券売ってると思うんですけど、入場料2000円で、えー、ラジオデイズというサイトで、えー、チケットを買えます。はい、えー、ラジオデイズで、えー、検索して、平山町山対談9月13日。 え、チケットを確認してください。はい。えー、その平山由美あきさんと、えー、アメリカやヨーロッパの DVD や、えー、ブルーレイが、えー、日本語で簡単に、え、買うことができる、えー、オンラインショップ、DVD ファンタシウムの提供でお送りします。えー、今日紹介する映画も日本では、えー、VHS が昔に出てですね、非常に高値がついているものですが、えー、ここの DVD ファンタシウムで買えば、 えー、非常に安い、えー、DVD が買うことができます。はい。えー、の提供でお送りします。はい。町山智博です。えー、今日もアメリカ、カリフォルニア州、バークレーの自宅からお送りしてます。えー、お久しぶりでした。はい、すみません。はい。えー、今日はですね、怖い怖い映画、ジョニーは戦場に行ったという映画についてお話したいと思います。 えー、ジョニーは戦場に行ったっていう映画はですね、1971年で、もう僕はもうその頃映画を見始めていたので、えー、まだ9歳なんですけども、テレビで見たんですね。えー、この映画の公開時の、まあ、予告編とかですね、新聞広告とかを見て、えー、大体の話を知って、まあ、ものすごいそれで想像したのがまあ、怖かったんですよ。で、映画そのものを見たのはだいぶ後なんですけれども、メガザで見ましたけれども、 まあ、怖かったですね。<laughs> はい。えー、この間ですね、映画秘宝という雑誌で、まあ、怖い映画を、まあ、選ぶという記事を頼まれて、で、いろいろ考えてですね、一番怖い映画は何かって言ったら、まあ、ジョニーは戦場に行ったかなと。えー、まあ、いろんな怖い映画ありますけど、まあ、お化けが出てきたりね、えー、殺されたりね、えー、体をバラバラに刻まれたりする映画っていうのはありますけれども、まあ、それでもね、 ジョニーは戦場へ行ったよりは怖くないんですね。っていうのは、どんなにひどい目にあっても、やっぱり死んじゃえばそれっきりですからね。えー、それで、痛いっつっても痛さにはやっぱり限界があって、同じ痛さっていうのはずっと続かなくて人間麻痺するらしいんですよね。で、出血すれば、その、意識を失うわけですから、そうすると、やっぱりどんな拷問にも限界があると。で、お化けが出てきて、怖いよっつっても、まあそれでお化けに殺されちゃったら殺されちゃったらそれっきりですよね。 やっぱり、どんな恐怖にも限界があって、死んだらそれっきりなわけですけども、じゃそれよりも恐ろしいことはあるのか殺されるよりも、生きたまま体を切り刻まれるよりも嫌なことっていうのはあるのかっていうとあるんですね、これが。それがジョニーは戦場へ行ったという映画なんですけれども、えこれはですね、第一次世界大戦の、 えー、記録フィルムから映画始ま,りますそれで、これはですね、えー、ジョニーは戦場へ行ったっていうのは、現代はですね、ジョニー・ガッティ・ヒズ・ガンっていう、ジョニーは銃を取ったというタイトルで、これはあの、ジョニーを銃を取れっていう歌の歌詞があるんですね。で、これはあの、第一次世界大戦の時に、アメリカ軍が徴兵をする時に、その、まあ、志願兵を募るために、えー、まあ、プロパガンダソングなんですね。あの、ジョニーっていうのは、 なんだかジョンの愛称ですけれども、まあ、太郎くんですね。あの、てうか一番平凡な名前。だから太郎君太郎ちゃん、銃を取りなさい。太郎ちゃん、銃を取ってアメリカを守るために戦争に行きなさいっていう歌なんですけど、まあこんな歌詞なんですけども、えー、こんな歌なんですけど、で、第一次世界大戦の、その、徴兵の時のフィルムが流れます、映画では。で、みんなニコニコとですね、戦場に送り出すんですね、若い、若者たちを。 で、戦場に行くか行かないかってとこでもうドカーンという、えー、敵の砲撃で何もかも吹っ飛んで真っ暗になると。で、あれ何があったんだろう真っ暗だ。ジョニーの声ですね。あの、ジョーですけど、主人公。まあ、ジョニーですね。真っ暗だよおかしいな目が開けられないよ。なんで何も見えないんだろう あれ何も聞こえない。さっき戦場にいて、砲撃を食らったと思ったら、何も見えないし、何も聞こえない。俺は死んだのかな僕はどうしたんだろう今これは天国なのかな一体ここはどこなんだっていう、そのジョニーのですね、えー、ナレーション、モノローグが、まあ全体を、 続いていくんですけれども。で、気がつくんですね。あれ真っ暗なんじゃない目がないんだ。気づくんですね。静かなんじゃなくて、耳がないんだ。で、何者かがですね、喉にパイプを押し込むんですね。なんか感じるんですね。あ、感じると。 あ、じゃあ、僕は生きてるのかもしれないと。で、口に何か押し込まれるんだけど、口を動かそうとしても、動かせない。動かせないんじゃなくて、口がないんだ。顎はないんだ。口も丸ごとないんだってことはわかるんですね。ジョニーは。ここでは、はっと気づくんですね。要するに、眼下の目の、目のなんていうか、まぶたの上のところから、下が全部、 こっそり丸ごとなくなってるんですよだから聞こえないし見えないし口を動かせないんですねでただなんか喉の奥に食べ物だけを押し込まれるんですねで観客にはそのジョニーがどういう状態になってるかっていうのはモノクロフィルムで見ることができるんですけども病院に入ってるんですよで看護婦にですねパイプで流動食を 喉の奥に無理やり押し込まれてるんですね。で、シーツが頭からかかってて、あ、シーツが体全体にかかってて、体はどうなってるか見えないんですけども、顔のところにはこう、なんていうか、マスクみたいなものが乗っかってて、目から下はどうなってるかわからないんです。でも、す目から下は何もないんですね。多分空っぽなんですよ。で脳と、まあ、あの、肝脳とか脊髄とかその部分だけが残ってるんですね。首のところにかけて。 で、今度はですね、足音が聞こえるんですよ。要するに、振動は聞こえるんですね、ジョニーには。振動を感じるんですね。誰かが近づいてきたぞ。あ、何人かが近づいてきてるぞ。ねで、どうもなんか俺の肩をいじってると。僕の肩をいじってると。肩をいじりながら肩を触ると。あって気づくんですね。彼らはその縫い目を、 縫い目のスティッチを、要するに、抜歯してるんですね。で、抜糸していくところを触られるから、どういう風に肩を切られてるかわかるんですね。腕がないじゃないか奴ら腕を切りやがったってジョニーが叫ぶんですよ。もう心の叫びですから、口がないですから、聞こえないわけですよ。切りやがったな腕切りやがったって言うんですけども、まあ、誰にも聞こえない。 で、今度は別の側の肩のバ歯シが始まります。あ、こっち側の腕も切り上がったで、今度は足です。あ、足も根元から切り上がったんだわかるんですね。つまりジョニーは、両腕も肩から、両足も付け根から全部切られてるんですね。砲撃を食らって、顔もないんですね。これがジョニーは戦場に行った。 っていう話の始まりなんですよ。で、この話はですね、1939年にですね、えー、ダルトン・トランボっていう、その時もハリウッドで映画の脚本を書いた人がですね、書いた小説が原作です。で、ダルトン・トランボ自身が監督してるんですけども、えー、この映画は1971年にアメリカで公開されて、まあ、その間、すごい、 何年も何十年も経ってるんですけども、大変なことがあったんですね。で、まずこの本が出たときは、第一次世界大戦が終わったすぐ後で、えー、ダルトン・ドランボーはまだ若い作家だったんですけれども、まあ、若い脚本家だったんですけれども、カナダで、やっぱり顔や手足全部失った、えー、戦争で、兵士の話を知るんですね、新聞記事か何かで。で、これはひどいと。で想像したんですよ、彼は。もし自分がそんなになったらどうだろうと。 何も言えない。何も訴えられない。何一つコミュニケーションが取れないんだと。周りの感覚も、光も見えないし、音も聞こえない。何もわからないと。こんな牢獄があるだろうかと。いうことをダルトン・ドランボは想像して、そのことをジョニーは戦場に行ったに書いたんですね。で、その後ですね、でも第二次世界大戦が始まるわけですよ。 で第二次世界大戦には1941年にアメリカがその、えー、真珠湾攻撃されて本格的に始まりますけれども、アメリカが再戦しますけれども、そうすると、この小説は、その、戦争は悲惨なんだってことを描いてるから、ってことで攻撃されると思ったダルトン・トランボと出版社はですね、えー、この本の、えー、増殺を取りやめるんですね。で、取りやめるんですが、でもね、やっぱりあの、まあ、戦争をしたいっていう人たち、 まあ、いわゆる右翼の人たちから、ダルトン・トランボーに、まあ、嫌がらせっていうか、脅迫が来くわけですね。お前は戦争を邪魔するのか売国奴だっていう、えー、脅迫が来てですね。で、この時にですね、ダルトン・トランボーは大失敗しちゃうんですね。えー、こういう脅迫をされましたっつ言って FBI に通報しちゃうんですよ。そしたら FBI はですね、えー、ダルトン・トランボーを売国奴であるということで、えー、マークするようになるんですよ。 <laughs> ダルトン・ドラム自身もですね、俺はなんて馬鹿だったんだろうって言ってるんですね。えー、で、彼も要するにまあ適正的な人間であるということで FBI、アメリカ政府当局のマークを受けるようになるんですね。で、ダルトン・ドラム自身はその当時ですね、アメリカ共産党に入ってたんですね。えー、で、実際にまあいわゆる赤、えー、共産主義者だったわけですけれども、で、その後ですね、えー、第二次世界大戦が終わって、 え、アメリカではマッカーシズムの時代になります。マッカーシズムってのはマッカーシー上院議員が、え、アメリカ国内にスパイがいると。共産主義のスパイ。ソ連のスパイがいると。で、そちらを借り出せということになって、え、ダルトン・トラムも標的になります。で、その時にですね、ハリウッドで共産党活動とかに関係してた え、脚本家や監督たちが、えー、まあ尋問されるわけですね。で、他に仲間はいないのかと。他に赤はハリウッドにいないのかってことで、えー、いろいろ追求されるわけですけども、その時に、まあエリア火山とか何人かはですね、えー、転びまして、えー、仲間を売っちゃうんですね。えー、あいつ、あの人もそうです。あの人も仲間ですと。ところが、このダルトントランボと他の9人は、決して仲間を売らなかったんで、ハリウッドテント、ハリウッドの10人と言われるようになるんですけれども、 えー、それで追放されちゃうわけですよ。仕事を全部奪われて。で、こいつに仕事を回す、回すなということで、ブラックリストに載せられるんですけれども、えー、まあ、ドルトン・トランボはものすごい才能のあった人間なんで、えー、それでも関係がないということで、名ま、彼の名前を出さないで、えー、いろんな人たちがですね、彼に仕事を頼むことになるんですけれども、彼がその間にですね、偽名で、 えー、脚本書いた作品で、最も有名なものは、あの、ローマの休日ですね。あの、ウィリアム・アイラー監督で、えー、オードリー・ヘップバーン主演で、グレグ・ゴリペック共演の、えー、ローマの休日は、えー、彼が偽名で、えー、ダルトン・トランプが書いたものですけれども、まあ、そういった形でですね、えー、こっそり仕事を <laughs>、えー、するんですけれども、で、その間ですね、メキシコに逃げたりしてるんですね。えー、ダルトン・トランプ自身は。 で、メキシコにいるときにですね、そこであの、えー、ルイス・ブニエルっていうスペイン人の監督と出会うんですね。それで仲良くなるんですけれども、えー、ルイス・ブニエルって人はですね、えー、この人も亡命してきた人ですね。あの、スペインは、あの、まあ、ヒットラーと手を組んだフランコ、えー、将軍というのは独裁政権をやってたんで、まあ、いられないってことでですね、メキシコに逃げてきてるんですけども、まあ、逃げてきた者同士ですね、政治亡命者同士で、ま、仲良くなると。で、その中でですね、えー、ジョニーは戦場に、戦場へ行ったの、 えー、映画脚本家を始めるんですよ。で、その時に脚本に協力したのはルイス・ブニエルなんですね。はい。 で、ルイス・ヴニエルって人は、あの、ダリと友達だった人で、えー、ダリはフランコ派なんですけどもね、えー、その、ブニエルは、一番有名な、まあ結構有名な作品多いですけども、えー、ダリと組んだ作品では、あの、アンダルシアの犬という映画が有名ですけども、無性映画で、えー、シュルリアリズムの全くこう、話がなくてですね、えー、人間の手からアリが出てきたりですね、えー、女の人の目をカミソリで切り裂いて、カミソリで切られた、 眼球から白い汁がドロッと出るという非常に有名なシーンがありますけれども、まあ、そういうシュールレアリスティックな超現実的な映画を撮っている人がルイス・ヴィニエルですからで「ジョニーは戦場に行ったは」はルイス・ヴィニエルの影響を受けるんですね非常にジョニーはですね完全にその五感を、まあ、皮膚の感覚以外は全部遮断されてしまったので、えー、彼の頭に浮かぶものは全てですね、えー、過去の思い出なんですけれどもそれが混濁していくわけですね過去の思い出とその現在が自分が。 目が覚めているのか寝ているのかもよくわからなくなってくるわけです。昼と夜の感覚もないですから。で、非常にその、えー、超現実的な夢を見るようになるんですけども、その辺がかなりその、ルイス・ブリニアの影響を受けていると言われています。はい。で、えー、ダルトン・トランボ自身はですね、 えー、その後、栄光への脱出というですね、えー、ユダヤ人の人たちがそのイスラエルを建国した時の、えー、物語を1960年にオット・プレミンジャー監督の、えー、栄光への脱出のシナリオを書きます。えー、ダルトン・ドラム自身はユダヤ系じゃないんですけれども、えー、オット・プレミンジャーは、えー、まあ、すごくハリウッドのその、まあ、共産主義者、 えー、迫害に対しておかしいと思ってたんで、えー、ダルトントランボを復活させるためにですね、えー、その1960年の映画に彼を雇いますけれども、で、それと同時にですね、カグ・ダグラス、彼もユダヤ人ですけどもね、えー、彼はその、えー、スパルタカスっていうローマの実際にあったその奴隷の反乱の映画に関して、えー、そのシナリオをダルトントランボにまた依頼します。えー、だこれはもう、 抑圧されて縛られた者たちが反乱を起こす映画ですから、えー、まあ、ダルトン・トランボみたいに抑圧されて、まあ、迫害された人間にとってはもう、もってこいの話ですね。そのさっきの栄光への脱出も、えー、彼自身はユダヤ人じゃないですけど、ユダヤ人のように迫害されてますから、えー、まあ、彼自身の物語でもあるわけで、で、それを1960年にダルトン・トランマその2本、えー、シナリオを書いて、まあ、これでまあ、ハリウッドに返り咲くと。 いうことがあったわけけですけども、はい、でその後ですね、まあ、ジョニーは戦場に行ったをなんとか映画化しようとしたんですけども、なかなかできなくなったんですね。で、これはどういうことかというと、またアメリカが戦争に突入しちゃったからなんですよ。今度はベトナム戦争ですよ。で、またその、えー、ベトナム戦争がいいか悪いかでもってこう論争になってる状態で、その、えー、こういうあからさまにその戦争のひどさを描いてる映画は、えー、お金を出す人がいないとビビっちゃって、みんな。 という状況があったんですが、ただそこでですね、お金を出そうって言った人がいてですね、それはね、ビル・コスビーっていうね、あの、黒人のコメディアンですね。この人はビル・コスビー賞で有名ですけど、まあ、撮影者にラブソングをとかのですね、えー、結構ハードボールデーガも撮ってたりね、えー、なかなか渋いですね、アイスパイっていうテレビドラマシリーズがありましたけど、これなんかテニスプレイヤーのふりをして世界中で、えー、反アメリカの えー、なんていうか、非合法活動員を暗殺しまくるというかなりハードな、えー、テレビドラマをやってましたね。それがビル・コスビーですけれども、えー、そのビル・コスビーがですね、えー、お金を出そうということになって、まあそこからですね、えー、ジョニーは戦場に行ったが実現するんですね。まあ非常に低予算な映画なんですけれども、はい。で、ちょっと映画の話に戻るとですね、えー、ジョニーは自分が顔も、えー 手も足もなくしてることを気づくんですね。で、恐ろしいのは、その、医者たちがなぜ、その、彼らを、彼を生かし続けてるかっていうことなんですけども、まずその、死んでないから、しょうがないってことあるわけですね。あの、脳死とかですね、そういったことがまだこの頃は、第一次世界大戦直後だから、確認できないんですよ。脳波とかの検査とか、そういったことは。えー、だから彼は、もう、 意識は失っている状態であるというふうに医者が結論するんですね。で、何のその思考もないと、考えもないと。で、体は首を動かすけれども、それは痙攣に過ぎないんだっていうんですね。じゃあそれでじゃあ安楽死させちゃえばいい,じゃない,いいじゃないかっていう考えがあるんですけども、でもその頃はまだ安楽死というもの自体がまだ全然その法的にですね、論議もされてない時代なんですね。 で、脳死された、してしまった人間をどうするかとかそういうことでも、非常にその、えー、論争すら起こっていない状態だから、このままわかんないから、わけわかんないから、でも殺すっていうことはその、医者として、役人としてはできないですね。役人っていうのは自分の意思で行動できないですから、何もできないわけですよ。だからこのまま放っとこうと、生かしておこうと、殺しもせずっていう、その非常にお役所的なことなかれ主義で、そのジョニーを生かし続けるということになっちゃうわけですよ。 で、ところが、その、ジョニーは完全に意識がなくなっていると思われているのにはっきりした意識があって完全に正気なんですね。ここからが怖いんですね。もう何もできない。まあ、一番こういう時想像して一番怖いのはかゆい,痒いって問題とかありますよね。かけないわけですよ。これ、ふざけて言ってるんじゃなくて、本当にこれ怖いですよ。どっか体が床ずれで痛かったりしても寝返りも打てないわけですね。手足がないから。 ただそこがい痛い、痛い、痛い、かゆい。永遠とそれは続くんですよ。これは地獄ですよ、これ。ねで、彼をその、なんていうか、人前に晒すことができないんですね、医者たちが。なんか問題になったり、その、要するに、まあ戦争はひどいんだってことで、反戦プロパガンダに利用されたりするかもしれないっていう恐怖があるわけですね。で、これを隠そうってことでもって、ジョニーを今度は物置に入れちゃうんですよ。 ひどいですよ、ね、窓ま窓も刺さない物置にです、ね、入れちゃうんですね。で真っ暗の中でただ流動食だけを与え続けられるんですね。でどうなるかっていったらまっ何まあわかると思うんですけどネズミは出てくるんですね夜ね。でネズミは体をかじるんですよ。でも何にもできないんですよ。でその中でねやっぱり一番いい思い出だけは戻ってくるんですね。 それはやっぱり何かって言えばまあ19歳です言うの忘れましたけど19歳で戦争に行ってるんで戦争に行く前にその婚約者と一夜を共にするんですねでもう二度と帰ってこれないかもしれないからってことでまあ処女と童貞であのセックスするわけですけどもまあそれが一番先に戻ってきますねそれを何度も反芻するんですねまあこれもねまあ一番ね誰にも触ることができなくなっちゃったわけですから で、その、カリーンっていう女の子のことを何度も何度も思い出すんですね。カリーン、帰ったら結婚しようっつ言って別れたんですけども。で、カリーンだけはその戦争に行くときみんなが万歳万歳って言ってお国のために死んでこ,死んでこいって万歳っ,ってやるときにカリーンだけは行かないで私のために行かないでって言うんですけど、で、いろんなことを思い出していくんですよ。子供の頃のことをね。で、コロラドで自然の中で育って、本当に、まあ、美しい自然を、 何度も思い出すんですね。これはあの、ダルトン・ドラム自身がコロラドの田舎で育ったから、その自分の子供の頃の思い出を、えー、使ってるんですけども。で、まあ、川に行ってね、その釣りをしてとかね、えー、お父さんが、ジェイソン・オーバースが演じてますけども、えー、お父さんと一緒にお父さんの釣り座を借りて釣りに行ったらその釣り座をなくしちゃってとかですね、えー、でもお父さん許してくれてとか、そういう、あい,いお父さんだったなって思うのと、その、 あお父さんが死んだ日のことを思い出したりですね、えー、ぐるぐる回っていくわけですよ。で、今度はお母さんが非常にその、まあ、ダルトンドラム自身もそうなんですけど、まあ、真面目なキリスト教徒だったんですね。で、こんな状態になっちゃったから、じゃあ神様は何してくれるんだろうって思うと、今度は、えー、キリストが出てくるんですね。で、こうなってくると、ジョニーは全く外界からその、感覚を遮断されてるんで、 過去のことと想像していることの区別がだんだんつかなくなってくるわけですよ。それはそうですよね。自分が思い出しているのか、自分は何を想像しているのか、それ今現在、昼なのか夜なのか、生きているのか死んでいるのかもわからないんで、混濁した中で、自分が戦争に行った時のその思い出にキリストが登場するんですよ。で、その、キリストはドナルド・サザランドを演じてますけども、で、そのもう何が何だかわからないのはまるで悪夢のようですって言うんですね。 キリスト様どうしたらいいでしょうって言うとキリストが、じゃあ悪夢だったら目を覚まわせばいいじゃないかと。目を開けてみろよ。って言われるんですね。そうすると、いや、目を開けられないんです。目はないんですよ。って言うん、言うんですね。で、今ネズミが僕の体をかじってるんです。どうしたらいいでしょうってキリストに言うと、いや、それ手で払いのければいいじゃないか。って言うんですけども、も腕もないんです。 そしたキリストは困った顔で、はあ、これどうしようもないなと。ここでまあ神様は全く役に立たないと。この状況においては神様は全く役に立たないんですね。人は死ねば天国に行けるって言うけど天国にすら行っていないですから、神様はどうしようもないんですね。この、そのキリスト教はこういう状況で全く役に立たないというですね、えー、このシーンはルイス・ブニエルが多分、 シナリオに関わってると言われてます。で、ルイス・ブニエルって人はその無神論者だったんですけれども、徹底的にその神の問題、キリストの問題、キリスト教の問題っていうものをまあ皮肉って描いてきた、まあちょっとコメディ、ブラックコメディとしてね、えー、監督なんで、えー、そのルイス・ブニエルタッチがそこに出てきてると思います。はい。で、どんどんですね、えー、彼は恐ろしい、ジョニーは恐ろしい夢を見ていくんですね。そうとうとう自分のお父さんとお母さんが自分を見せ物にして、 サーカスの見せ物にしてる夢を見るんですね。えー、寄ってらっしゃい見てらっしゃい。彼には目もない鼻もない耳もない。何も感じないんだ。ねで手も足もないんだ。って言うんですね。寄ってらっしゃい見てらっしゃいって見せ物にするんですよ。で、お金をお客さんから集めてるのはよく見るとその婚約者のカリーンなんですね。まあ、ひどい夢ですけども。 ただね、これもね、ちょっと実はね、事実で、実際にその第一次世界大戦の時には、顔がなくなっちゃった人とかですね、腕がなくなっちゃった人とかいっぱいいたんですね。それで、えー、手足がなくなっちゃって、顔もなくなっちゃった人とかが見せ物になったりもしてたんですね。 実際に。まあ、日本でもあの、ね、商位軍人っていう人たちが、その、手足のない人たちが、道端でそのお金を集めてる光景っていうのを、僕も子供の頃見ましたけれども、えー、妙に若い商位軍人がいておかしいなと思いま、思ったことがありますが、えー、それは第一世界大戦の後にあったんですね。で、第一世界大戦はやっぱり医学がそれほど進んでなかったんで、すぐ手足を切っちゃうという状態があってですね、えー、で、手足のなくなっちゃった兵士のことをバスケットケースって呼んだんですね。で、でバスケットケースって言葉はその後、アメリカ、英語に定着して、 あの手も足も出ない状態のことをバスケットケースって呼んだり俺は何にも無力なんだっていう時にあいうバスケットケースって呼んだんですけどもそれはこの第一次世界大戦の後にできた言葉ですねでまあこのジョニーみたいな人はいっぱいいたわけですけれどもまあジョニーの一番の悲劇は普通はそれでまあよく拷問とかをすると「狂っちゃえばそれで終わり」 っていうのがありますけど、彼は狂えないんですね。永遠と時刻が続くわけですよ。そこである日ですね、その看護婦長はですね、窓を開けてあげなさいよ、ってんですね。で、窓を開けたら、お日様が入ってくるんですね。で、それが顔に当たるんですよ、ジョニーの。体に。で、あったかいぞ。この感覚は思い出した。お日様だ。今昼間なんだ。日にちが分かった。って言うんですね。 で、これから数えていけば何日しか分かる今はな、昼か夜か、しかも分かるぞって言うんですね。ちょっと、ジョニー地獄に行ってたかと思うんですけど、ちょっといいことが起こったんですね、ここで。あ、はあ、お日様だで、その後ですね、看護婦が変わるんですね。看護婦はそれまでみんな、ジョニーを見て怖がるばっかりで、もうどうしようもなく、なんていうか、 おっからびっくり触ってる看護婦ばっかりだったのに、新しく入ってきた看護婦さんは、ジョニーの体を見てですね、体を拭いてあげるんですけど、こう、あの、濡れたタオルでね、あったかいタオルで、こう体を拭いてあげるんですけど、その時なんてひどいことになってるのと。なんてこんな可哀想なことになってるのって思わずその、胸をゴシゴシ拭いてあげてる時にですね、涙をこぼすんですね。 その涙がポトッポトッと垂れるんですよ、ジョニーの胸に。ジョニーはハッと気づくんですね。あ看護婦さんだ看護婦さんは僕に優しく触ってくれてる。看護婦さんって言うんですね。もちろん聞こえないんですけども。で、これでジョニーの一番ま全くもう一つ悲惨なことはね、ジョニーはね、 正規だけはそのままなんですよ。手も足もないんですけど、正規はついてるんですよ。最初に医者がそう言うんですね。で、何度も何度もその夢の中でですね、 えー、戦,場に戦争に行く時にですね、あのー、訓練兵の時に売春宿に行ったこととかですねもちろんその前に、えー、幼なじみの女の子と童貞を捨てたこととかそういったことが何度も何度も繰り返し繰り返し蘇ってくるんですけどもこれも地獄ですね,ねえでしかもジョニーは全ての情報を剥奪された状態の状況で発見されたんでジョニーが誰だか軍隊側には分かってないんですよ えー、この子は多分ドッグタグっていうですね、えー、認証表を付けることが義務付けられてなかったんだと思うんですね。第二次大戦からついたのかもしれないですけども、第二次大戦の時には、その、ボロボロになっちゃった場合に、えー、この兵士が誰なのかってことを特定することはできなくなっちゃってるんですよ。だから、ジョニーがここに戦場にからこういう、病院でこういう状態になってることを、ジョニーの父母親も、もちろん婚約者の代わりにも知らないんですよで。ジョニーっていう名前じゃなくて番号で呼ばれてるんですよ。 誰もジョニーだって知らないんですね。これもひどいですね。で、名前も知らないその兵隊さん、手も足もない兵隊さんのために、新しい看護婦さんが涙を流すんですよ。で、看護婦さんはですね、もう毎日、もうジョニーを見て悲しい悲しい気持ちになるんですね。で、ある日、ジョニーには分からないんだけれども、バラの花を持ってきて、 ジョニーの枕元にバラを置いてあげるんですよ。ジョニーには分からないんですけど。悲しいですね、これもね。で、クリスマスの夜、ジョニーの胸をこう開いて、M って書いてあげるんですね。ジョニーが、あ、なんか触ったぞ。胸に触ってる。もう一回書いてもう一回書いてって言うと、もう一回 M って書くんですね。看護師さんが。分かった、M だねってって、ジョニーはこううなずくんですよ。 要するに、経年に見えないようにうなずくんですね。で、看護婦さんにも、あうなずいてるとか、はっきりこの人は意思があって M っていうのは分かったんだ。で、次は M の次は E って書くんですね。E だね。その次は R、R、ね Y。分かったメリーだね。分かったメリークリスマスだね。今日はクリスマスなんだね。やっと日にちが分かったよ。今がいつなのか分かったよ。ありがとう、看護婦さんってジョニーが言うんですね。で、看護婦はまた泣くんですよ。 メリークリスマスって。どうしようもないですね、ジョニーね。ただ、時間の感覚とか分かってきて、混濁してた意識がまたですね、はっきりとして、どんどん正気を取り戻していくんですよ、ジョニーは。これがまた正気取り戻さなきゃいいのにと思いますよね。狂っちゃえば、ね、もう痛みはないのにね。また正気になっちゃうんですよ。ねえ。で、また、 元の生活に戻りたい昔は良かった俺を何とかしてくれって気持ちがまた蘇ってきちゃうんですよで看護婦さんがですね胸を触ってあげるんですけどある日こう手をですねどんどん股間の方に伸ばしてくれるんですねでこれはっきり分かないですけども、えー、ジョニーの、まあ、ペニスを触って、まあ、抜いてあげたんですねいわゆるね ここもね、本当に悲しいシーンですね。で、ジョニーはですね、夢の中で、昔の父親に会うんですよ。もう神様はキリストは何にも助けてくれない。でもお父さんは違った。って夢の中の思い出のお父さんに会うんですよ。で、お父さんも天国にもういるのにね、息子は天国に来ないで、中途半端のところにいるから本当にかわいそうですけども、 えー、で、お父さんはですね、お前、モールス信号って知ってるだろうって言うんですね、でその頃はあはまだ電話とかの,あの、要するにジョニーが子供の頃は電話の普及前で、電信が通信の基本だったんで、えー、結構モールス信号、誰でもできたんですね、えー、僕もボイスカートに行ったらモールス信号結構できるんですけども、でモールス信号できたよね。 お父さんが言うんですよジョ,ジョニー「うんできたよできるよ」「モール信号だ!」「そうか!」ジョニーはですねうなずき始めるんですよ看護婦さんの足音の振動が聞こえるともううなずき始めるんですねけいに見えないようにはっきりしたうなずきでモール信号を送り始めるんですよでも看護婦さんは女の人だからそのモール信号知らないんですね なんだかわからない。でもうなずいてる。な、なんなのかわからないわっつって、その軍隊の病院だから軍隊の人を連れてくんですね。そこの院長とか全部連れてくんですね。意識がないって言われた患者ナン、no. バー304856とかそういう号の患者さんに、意識があるみたいです。と。ね。うなずいてます。何かを言おうとしてるんです。って、他の兵隊たちを連れてくんですね。軍医とかを。そうすると、あ、モル信号です。これは。 読んでみます。ねトトト、ツー,ツーツーツー、トトト、トトト、ツーツーツー、トトト,ト、繰り返してるんですね。SOS です。Help me! ともってます。って言うんですね。で医者とかもみんなびっくりしたんですね、院長とかも。意識がないと思ってたのに、意識がある人間をずっとこのまま閉じ込めてひどい目に遭わせてしまった。これはバレたら大変だ。 しかも彼は意識あるんだけど、どうしたらいいのかと。何がいい、してほしいのか聞いてみろ。って、何がしてほしいんだっていうのを、モールス信号で、えー、その、おでこをトントントンってこう叩いてですね、教えてあげるんですね。あ、教えてあげるというか伝えるんですね。何がしたいんだ、君。何がしたいんだ。そっとジョニーはですね、僕を見せ物にしてくれと。こっから出してみんなに見せてくださいと。 いるんですね夢の中で見た通りそんなことできないですね軍隊が戦争に行ったらこうなるぞっていう見本みたいなものですねそんなことできないよバカなこと言うなって感じになってくるんですねそうか無理かとだったら僕を殺してください切るみできないんだったら僕を殺してください切るみってモール信号ングを打つんですね承人が でもそれもできないですよ。兵士を殺すという決定はできないですよ。意思がはっきりある兵士を。何の罪も犯してないんですから。軍としてはこのまま放っておくしかないんですね、続けて。で、それを見かねた看護婦さんがですね。 彼を殺そうとするんですね。そしたらそれを委員長が止めちゃって、で、そのまま、お前も首だって看護婦に行って、看護婦さんに、そのいい看護婦さんに言って、で、そのままジョニーは全く真っ暗闇の倉庫の中に押し込まれるんですね。みんなになかったことにされるんですね。で真っ暗闇の中でジョニーは、ずっと SOS、Help me, Kill me, ってモール信号をずっと打ち続けるんですよ。っていうのはね、 このジョニーは戦場に行ったっていう映画なんですけどもまあ本当に地獄は地獄以上の地獄がこれですね。ということでね、この映画はあの日本では VHS がすごい高値で取引されてて DVD が出ないんですけども DVD ファンタシウムではアメリカ版の DVD を買うことができます。それであのいろいろあのいっぱい えー、おまけもついてますけども、あと、そのおまけの中でね、あの、メタリカのですね、ワンっていう、えー、ミュージックビデオがついてますね、えー。メタリカのワンっていうのはこのジョニーの気持ちを歌った歌ですね。はい。で、ダルトン・トランボ自身はですね、えー、まあこの映画はあんまり当たらなかったんですね。今、名作と言われてますけれども。で、その後ですね、ダラスの熱い日、ダラスの熱い日って映画のシナリオを書きます。 これはあの、すごい今でもすごく問題になっている映画で、これは、えー、ケネディを暗殺したのは CIA と、えー、石油業界とかですね、もう軍産複合体が、とマフィアの結託した、えー、陰謀だったということを描いて、えー、ケネディを暗殺したっていう映画で、そのシナリオを描きます。で、ダルトン・トランボの最後の作品っていうのは、パピオンでした。パピオンっていうのは、えー、スティーマック・インフンするですね、実在の犯罪者パピオンがですね、えー、フランス人なんですけども、 悪魔島と言われるです、ねえー、絶対脱獄不可能だ、えー。孤島の監獄に入れられて、えー、実際に脱獄したという手記を、えー、元にした映画で、とにかくどんなことがあっても俺は屈しないし諦めないと、と脱獄し続けて、えー、ゴキブリを食べて生き延びて、本当に脱獄したパピオンという男の自由を求める、求める心ですね。それを描いたのがパピオンですけれども、それがアメリカでその弾圧されて、それでも決して、 屈しなかったダルトン・トラモの最後の作品って考えると、もう本当にもう、この人の人生そのものという気がしますし、そのジョニーは戦場に行ったっていうのは、どういう話かっていうと、これは戦争でこういうことになるよってことと、それ以上にですね、えー、言いたいことが言えない。言いたいことが伝わらない。言いたいことを言っても、潰されてしまう。っていう、まさにダルトン・トランプ自身が赤狩りで味わった体験。 手足が奪われて身動きが取れなくて口がしけないっていうジョニーに例えてるんですね。で、結局言いたいことは言えなくて何もできなくて世の中が自分をもてあそぶのに対してそれだったら結局ジョニーと同じなんですね生きていても。ということだと。世の中おかしいっていう時におかしいぞと言えないんだったらそれはもう手足を奪われたジョニーとどう違うのか。 口を奪われたジョニーとどう違うのか。ということを、その、最後まで言いたいことを言い続けたダルトン・トランボは描いたわけですね。はい。えー、ということで、まあ、ジョニーは戦場に行ったでした。はい。ではまた。